管理栄養士、福岡県出身、福岡女子大学家政学科を卒業後、27歳の時に自宅で料理教室を始める。一方、数々の料理コンテストで入賞し、料理研究家として知られるようになる。40歳の頃に慢性骨髄炎を患い、5年間の闘病生活を送ったことから、食と生命の関係を重視するようになる。 健康的な食生活を送るための能力を食べ力と名付け、電子レンジ等の器具を使った簡単な調理法を3歳児から老齢者までの幅広い年齢層に料理を指導している。メインスタジオを東京に持ちながら、日本全国の講演会料理教室福岡のスタジオなどを駆け巡る。飛行機の登場回数が1日3回、週に20回近くに上ることもあり、 航空会社から予約の確認の時間違いでは、内科との問い合わせを受けた逸話は有名。親しい友人からは、空飛ぶ魔女と呼ばれ、空飛ぶ料理研究家を冠とする。30代で料理コンテスト入賞後、家庭料理研究家として、女性誌にデビュー。その後管理栄養士の資格を取り、母校で教弁を取るかたわら、福岡を拠点に料理教室を主催。 50代からは再び東京にスタジオを開き、東京、福岡を忙しく往復している。活動の柱は、料理教室、各地での食育を中心とする、講演、実演活動、テレビ、雑誌、新聞等の執筆、企業や大学研究チームとの商品、メニュー開発など、多方面にわたる。その中心となるのが、1日15品目1600キロカロリー。 の栄養理論。この食事法をもとに、電子レンジを活用した簡単で美味しいレシピを作る、電子レンジの達人。パン工房電子レンジで30秒発酵させるレシピは、特許も持ち、レンジパンの達人とも呼ばれている。家庭料理のほか糖尿病や高血圧など、生活習慣病の予防食改善食、病院食のメニュー開発にも取り組む。私生活では、 70歳を機に食と暮らしのシンプル化を進め、12年秋にお二人様のシンプルライフを観光予定。究極のシンプル化として4000冊のバインダーに収めた食情報のデータ化とウェブ配信を準備中。ありがとうございます。